ミスターパーフェクト牧原、はい、今回も清水孝之さんにお話を伺います。清水さんは2002年には最多安打のタイトルを獲得されまして、そんな清水さんが苦手としていた投手を3人挙げていただきたいなと。今日は苦手から。そうそう、俺は清水、僕覚えてるな、彼が言う前に俺言っちゃうんだけど、はい、もう山本昌さんが一番速い球投げるってずっと言ってたの、はいはい、覚えてて、左バッターでそういうイメージなんだよ、うんうん、マサって130まっすぐですか、うん、134号じゃないですか。134号なんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃ速いっていつも言ってたよ。あれ僕だけかなと思ったら由伸も同じこと言ってました。めちゃくちゃ速いんだって。やっぱ左バッターに、左バッターがそうやって見えるんだと思うんですよね。マサさんはだからまだよっぽど前で話してるって感じなのかな、どうなんだ。あのね、急に出てくる感じです。ボールが見えてる時間が短いんで、はいはいはい、18.44 じゃなくてもうすぐそこからでも体もでかいんですよ。体もでかいし腕も長いから、でもそのイメージなんだけど、とにかくそのスピードを早く見せる技みたいなのがあった。まあそうです、早かったし、だからこっちが早いと思っちゃうと、もう僕の考えだと早いと思った時点でだいぶ不利なんですよね、うん、ここ早かったとしてもこれ詰まってでもなんとかできればいいわって思えるとだいぶ楽なんですけど、うん、これ詰まらされたらダメだなと思っちゃうともう変化球も合わなくなってしまうんで、マサさんはもうこれはもう合わないと思わされた時点でもうスライダーカーブはもうダメですね、あんなのも絶対打てないですよって言ってた。ってことは今聞かれた質問、3人の中に1人入ってますか。いやもうぶっちぎりですね。やっぱりぶっちぎりです、だって7年目ですもん、僕初ヒット打ったの。6年間1本も出なかったんですよ。セーフティーでもやってやればいいんじゃない、全然も取れないって言ってたよ。いやでもセーフティーでこっちが失敗する、それも後悔悔い残るんですよ。まあ、ランナーがいればまだこうバントになるんであれですけど、ただそこでできないなと思ってたんですけど、前が打てなかったですね、もうずっとダメでしたね。やっぱりそういうね、こうスピードガンじゃわからない凄さっていうところですよね。いやマサさんはだからぶっちぎり打てないね、もう頭がポーンと浮かぶな、はあ、すごいなと思うピッチャーはいっぱいいましたけど、苦手、でも苦手、質問苦手だから、はい、苦手だから、マサさんはもう全然ダメでしたね、うん、あと誰ですかね、苦手、あこれは打てないな、苦手とちょっと違うかもしれないですけど、これ打てないなと思ったら斉藤和美は打てないと思ったです。はい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 、それは日本シリーズかなんかですか。いやあの交流戦ですね。はいはいはい、交流戦で斉藤和美くんと対戦した時はダメな球、カーブ、何が邪魔なのか。いやもう全部ですね、まっすぐ、フォーク、カーブで、でフォークがまず浮かないっていうのと、で浮かないっていうのはこういうふうに来ないでズンってこういうまっすぐでこのまま落ちるんです、バーンっつって。はいはいはい、ヘボいやつってこういってフォークの時ちょっとこうなるんですよ、うん、この角度のままポンと落ちるんで、はい、あの時はもうボールも速かったですし、あこれが斉藤和美かって、あのこれはやっぱり簡単には打てないピッチャーだなって、まあ当然勝ってたんで、うん、勝ってるピッチャーなので、まあ、当然そうなんですけど、斉藤和美君とあと岩隈君ですかね。岩隈君もすごかったですね。岩隈は何、ホークですか。フォークと、まあ彼まっすぐですね。キレが良かった。キレが良かったですね。もう、まあ僕も最後の方だったので、あれだったですけど、もうストライクゾーンのまっすぐ空振りするなと思いましたね。それは岩隈っていうのはもう西武に行った時の岩隈。最後ですね。僕が最後ライオンズでお世話になった時に対戦したんですけど、まあアメリカ行く前ですよね。うんうん、彼が。あの時の対戦はすごく覚えてますね。あ、良かったもんね、あの時ね。良かったです、コントロールも良かったじゃないですか、うんうんうん、でフォークも浮かないし、もう低めばっかだし、そうです、はいはいはい、あそれはすごいなって。まあでも今3人聞くとそれはそうだなって感じするし、まあ見てくれてる人はびっくりするのは、山本昌さんが今までで一番早かったっていうわけでしょ。昌さんそうですね、スピードが速かったっていうわけ、うん、スピードがじゃなくて体感速度っていうのは、これはねもう本人に聞かないと分かんない話だよね。早いのと近いですよね、マキさんおっしゃいました、やっぱり上背もあるんで、もあるから、もうすぐそこら辺から投げてるように感じるんですよ。うん、上背があるから、うん、無駄にでかいからな、マサもな、こっちも近い近い近いってなるから、うん、だん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 おかしくなりますよね。
逆に得意と感じていたピッチャー3人これもよろしいですか。あのね、これってね、よくその対戦、どのピッチャーとの対戦が楽しかったですかっていう質問ね、してもらうことあるんですけど、やってて楽しく思ったこと誰一人いないですね。楽しくはない、楽しくはない、一切楽しくはない、ね、いやでもだから調子がなくてもこいつ出てくると何か打てそうだなっていうやつもいたんですよ。いやそれがね、でもね、相性いいですよねって言われても、やっぱ3割じゃないですか打ったって、うん、覚えてない、ね、やられた7回のが覚えてるんですよ、うん、他の選手分かんないですよ、うん、だから、うん、あの相性いいからこのピッチャーだったら大丈夫っていうことはあんまり記憶ないですよね。だからどちらかといえば予想先発山本さんの名前が1週間前に分かるった時の方が嫌ですよね。1週間後の来週あんじゃんと、1週間後の今日来るなとか、近い近い、それはやっぱり記憶にあるんですけど、あのいい相性がいいピッチャーのっていうのは、まあもちろんね、いい悪いあったでしょうけど、あの印象はもうやられた印象ばっかりですよね。すごいな、怒るよね、そっちの方はね、すごいなって、斎藤さんの最初のこうまっすぐとカーブ見せられた時とか、牧さんのスライダーもびっくりしたんですよ、初めて見た時。ああ、まあその入った時に、入った時に、だそういうのはすごく覚えてます。いや、わっと思ったのは、あと伊藤智久さんのスライダーだとか、ああもうだからちょっと レジェンズ対決してんだね。いやもう見たこともないようなボールだったんですもんね、うん、岩瀬のスライダーとか。でもじゃあそういう意味じゃさ、あの西口からさ、ノーヒットノーランを消したホームランあったじゃん、はい、あれの時はやっぱり西口もすごいピッチャーだったわけでしょ。ああ西口さんもすごかったです、すごかったです、はい、あの時あれ、あの恨んでると思うよなんでここで打つのよって。いやあのあの後年が僕の一つ先輩なんですけど、会えばリーグ一緒だったんで大学の、お話させてもらえるんですけど、まあまあ内心は絶対思ってますよね。思ってるよ何もね、あそこでアウトになったっていいわけじゃないですか、うん、そうそうそう、だからちょっと話した時言ってたのは、あのだホームランはダメだっていうのは言ってましたよね。完封ダメでしょって、完封も完封も消えるじゃねえかよっていうのは言ってましたけど、頼むからホームランやめてくれよっていう、ヒットはいいけど、ヒットはいいけど、うん、お前完封も消えちゃうからなって優しい感じで言ってましたけどね、腹札にいくらかってんじゃないかなまあでもこっちはそういうわけじゃないよね、もう絶対記録、うん、いやいやそうです、やられちゃうと思ってたのね。僕だからね、こう何回かお話したことあるんですけど、ノーヒットノーランあれ食らったとしたら僕2回目になるんですよね、うん、最後のバッターが、はい、1回なったことあったんで。それは大学時代とか。いやいやいや、プロですよ。だからブロスとかそっちの方。いやいや、野口、川上健進君ですね。健進2002年にやられてるんですけど、うん、その時に僕最後のバッターだったんですね。多分長い歴史の中で2回ラストのバッターになるやついないと思うんですよ、ノーヒットノーランの。まあそんな、なかなかね、なね、遭遇しないじゃないですか、ノーヒットノーランの場に、うんうんうん、であれが2回目のピンチだったんですよ、うん、僕の中で。だそっちでなんとかね、もう一晩中流れるじゃないですか、あの映像流れる。あそこで三振したらもう何回もその映像流れるし、うん、まあでもあのホームランでまたねまあまあ逆が起きたんですけど、ね、見れるから何回も一晩でアウトになるわけじゃないですか、あれな、まあ、最後アウトになった時っていう。そんなこと言ったら俺なんか3連発なんてさ、3回打たれるとこがもう何本打たれてますからね、1回だから。いや3万発打たれてる。いやいや本当にすげえ VTR みたいな。あでもパーフェクトやってるからあれじゃないですか、あのシーンも、ね、そっちでそんな流れない流れない流れない、打たれた方が打たれた方が出ます、ね、そうそう出るのよ。でも今ねやっぱり引退してみてさ、清水もさ、ああいうところでホームラン打ってるから、今 YouTube 探せばさ、西口戦ホームランとか清水の、あ清水のあのノーヒットノーランを砕くホームランってポッと検索したら出るわけじゃん、うん、それって嬉しいことじゃん、やめてみると。まあそうですね、もうだいぶ経ってますからね、うん、なかなか見ることないですけど。だって娘さんだっけ、はいはいはい、お父さんの検索したら出たよとかずっと言われるじゃない。どうですかね、あんまり野球興味ないんじゃないですか。あ、そう、何やってんの、スポーツやってんの。あ、なんかダンスとかいろいろやってますけどね。その今習い事が多いんで、いろんなね、はい、こう、選択肢あるじゃないですか、はいはい、今ダンス一生懸命やってる、ね、じゃあもうダンスに送り迎えっていうことかな。あー、そうですね、そういうことだね。何服してるか分かんないですよ。お父さん頑張ってんな、お父さんの顔が、もうお父さんの顔になりましたけど